二言息へ。息は健康激戦の地です。チンギスカンの孫フビライは1274年高麗の連合軍3万余りをもって対馬壱岐を侵し博多に襲来しました。幕府は九州をはじめ大国の御家人を動員してこれを迎え撃ちました。その時突然起こった暴風雨のために元軍は多くの軍勢を失って退却しました。これを運営の駅と言います。再度の来襲を予想した幕府は博多湾岸に石垒を築き御家人2代の武士をも動員して防備を固めました。元は1281年再び14万余りの大軍で博多湾に来襲しました。日本軍の奮戦は元軍の上陸を許さず2ヶ月余り経った後再び暴風雨が起こり元軍は敗走しました。これを公安の駅と言います。この運営公安の再度の戦いにおける元軍の進行を元攻と言います。特に公安の駅ではここに建立しております若干19歳の首相正仁助時が優先奮闘しましたが敵の刃に倒れ今もなお芦部町の瀬戸浦古戦場跡と隣接の壱岐神社に五穀の守護神として祀られています。また元寇を歌った幸守の歌孤島の丘は壱岐の島の代表曲として歌い継がれています。この銅像は元寇720年の記念事業として建立されたものです。またのお越しをお待ち申し上げます。